後っていうこと。違うだろ。すいません。違うだろ。ちょっと運転中でも。違うだろ。すいません。だかお前は。はあ、い。お前が受けてる痛みがなんだ。私が受けてる痛みがどれくらいあるかもわかるかこの野郎。お前は。お前の娘を引き殺してそんなつもりはなかったんですって言われてるのと同じ。そんなつもりはないんです。そんなつもりはないんです。全然そんなつもりはないんです。そんなつもりがなかったら、そんなつもりがなかったらいいの。つもりがなかったら、お前の娘が交通事故になって引っ越されて死んでさ、引くつもりはなかったんですって言われたら、はたらない。そんなつもりじゃなくても、お前の娘を引き殺してそんなつもりはなかったんですって言われてるのと同じ。ああ、そうじゃしょうがありませんね。そんなつもりなかったんだったらしょうがありませんね。の娘が顔がぐしゃぐしゃになって頭がぐしゃぐしゃ脳みそ飛び出て車に引き殺されても、そんなつもりがなかったんですで済むと思ってんなら同じこと言い続けろ。それも一つの仕事にもなってない。頭がぐちゃぐちゃと引っ殺されてみろ。そんなつもりはありませんでしたって犯人に言われてみろ。どこじゃないだろ。毎年2回行われます園遊会、はい、東京の赤坂学芸園で開かれるんですが、はい、ここにですね、勝手に、お母さんを連れて行った国会議員さんがいたという話で。お母さん？はい、実は私も知らなかったんですけれども、この園遊会はですね、前身のその明治期のその観桜会、桜を見る会以来ですね、はい、連れて行ってご本人以外は、うん、配偶者しか連れていけないというふうに決まってるんですね。同伴者は配偶者に限られていた。はい、はい、まあ、もちろん特例でですね、外国の方で、令嬢を連れて、お嬢さんを連れていきたいという方が、まあ、もう極めて例外的に認められている以外、はい、もう配偶者以外はダメなんですね。はいはいはい、ということは当然その招待状も、この議員さんにも、ご自身の招待状と、うん、それから、夫の、男性の夫ですね、当然ね、はい、招待状が行ってたんですが、結婚されてるんですね、この女性の議員の方は。はい、はいはい、ところがその会場に来てからですね、入れなさいと、入れなさい、いうふうに、はい、言ったと言われてましてですね、はい、で、いや、私はちゃんと連絡したと、はい、事前に夫から母親に変更するという旨を連絡したと、はい、言い張られて、いや、そうおっしゃられても、はい、その変更できませんとだってそれ決まりなんですよね、その、はい、はい、だから例えば、まあ仮にですね、そのお父さんだったら、年の離れた夫と、はい、まあ、ごまかせないこともないんでしょうけども、配偶者の招待状が来ていてお母さんが来ててもですね、いやそれは違いますよと。で、まあ、どなたかということなんですけれども、はい、この方の埼玉4区選出の、はい、豊田真由子衆院議員、はい、自民党の方ですけれども、はい、ものすごいエリートでですね、東大法学部から厚生労働省に入られて、で入省後にハーバード大の大学院に留学して、さらにジュネーブでですね、WHO の担当の外交官も経験しているというです、ね、絵に描いたようなエリートですね、はい、エリート中のエリートなんです、で自民党の公募に応募して12年の衆院選に出馬してですね、はい、で民主党の前職を破って初当選した方なんですね。で、まあ、その親孝行したいという気持ちも分かりますが、はい、ただその学習院の、まあ、ある大学の、学習院大学のある教授はですね、ノブレスオブリージュ、つまり高い地位にある方には相応の義務があると、いうところを考えると、いかがなものかと、
なんかやっぱりあの議員さんっていうのは特権でなんとかなると思ってるのであれば、うん、まあそうだというふうには断言はできませんけれども、うん、それはいかがなものかと、いうことをおっしゃってますし、あの一つやっぱりちょっと想像してしまったのがですね、はい、最近その一卵性親子、はい、娘っていうのが言われますよね。はい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 。で旅行とかですね、食事とか、コンサートとか、結婚してからも夫ではなくて、はい、お母さんとずっと行かれるというような、はい、絆が深くてですね、女性、はいはい、よく言われますけれども、まあ豊田議員がどうだったのかは分かりませんけれども、よくその子が親離れできない、親が子離れできない、その母娘みたいな関係が、まあ、いろんなところで今言われてますけれども、はい、まあ、豊田議員がどうだったかは別にしてですね、なんとなく、ああ、そういうこと、いや、本来夫と行けばいいものという、親孝行したかったのかな、でも、なんか、ちょっと親離れ、子離れのところも、なんとなく想像しちゃいましてですね、いろんなことをちょっと思ってしまいました。ガタガタさん、ちょっと確認なんですけど、この豊田真由子さんっていう、はい、その埼玉選出の、はい、埼玉4区選出の議員の方は、ね、年齢すみません、言ってくださるかもしれない、もう一度確認で、おいくつなんですか、ね、年齢はですね、はい、39歳です。39歳。はい。39歳の女性議員の方、これ、しかも、もう一つ聞きたいんですけど、政府のこれ主催、なんで政府はこれ、認めたんですか、これ、入れるのを、このお母さん。決まりなんですよね。いやいや、もちろんダメなんですよ。ダメなんだけれども、はい、その関係者によるとですね、はい、入れなさいと言って、結局その、はい、強引にですね、夫がつけるはずのその入門書をつけて、はい、強引に突破してしまったというんですね。もう一個招待されてないのに勝手に入り込むって。ねえよろしくないですよねよろしくないですね。だから宮内庁としても前代未聞ということ で、うん、でご本人はサンデーの取材にですね、うん、とにかく会っていただけなくって書面でですね、うん、私の誤解により関係の皆様にご迷惑をおかけしましたと以後厳に気をつけますというふうな回答を寄せて、来られたんですが、はい、まあ、誤解でしたって言っても誤解じゃないんじゃないかっていうですね。いやーこれガタナさんあれですよ、一卵性親子ってのもあるでしょうけども、これ本人の資質の問題なんじゃないですか。 そこを突破すること自体が、はい、ですから先ほどその学習院の先生がおっしゃったようにですね、はい、高い地位の方ほど、そこはきちんとはしなきゃいけないんじゃないでしょうかっていうのを、まあ、私もその通りだなと思って、はい、読みました。いやなんかね、ただある意味私なんか庶民からするとこういうエリートがこういうことやってくれると、あ、こういう人たちもなんかこんなところあんだなって思っちゃったりもそうですね、まあ、こんな言ったらなんですけど、その、まあね、田舎のおじさんおばさんがやりそうなことをですね、いや私ももう田舎者ですけれども、うん、はい、なんかでもなぁ、突破するかっていう。あとやっぱりあれですよね、これ我々有権者側としてはこういう人を選んでしまっているというのも、これ埼玉の人たちもがっかりするでしょうね、これ見たらね。ですから、まあ親孝行したかったんだろうというその同情論ももちろんあろうかと思うんですけれども、やっぱりオラが先生にはそのまして園遊会でね、はい、両陛下がお見えな、ご招待されるようなそのもう公式行事中の公式行事で国会議員さんがルールを破るっていうのは、はい、うん、やっぱり地元の方もがっかりされてらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども。いやだって親孝行はもう何でしたっけ、東大法学部出てハーバード行って、ね、キャリア官僚になってもそれだけで十分親孝行してますよ、もうね。そうですね、だからお母さんもねつらかったと思いますよ、入れなさいって娘が突破させてるって喜んだのかなってちょっとお母さんの気持ちも聞いてみたかったですけれども、まあ、とにかくご本人取材拒否だったんでですね。てるのと同じのつもりはないんです、そんなつもりはないんです、全然そんなつもりはないんです。
お前が受けてる痛みがなんだ。私が受けてる痛みがどれくらいあるかも分かるか、この野郎。お前は、お前の娘を引き殺してそんなつもりはなかったんですって言われる。そんなつもりがなかったら、そんなつもりがなかったらいいの。つもりがなかったら。っていうこと。違うだろ。違うだろ。ちょっと運転中でも。違う。